オラトドス、皆さんこんにちは、マリコです。これまでに猫、犬、魚、鳥、小動物など様々な動物の名前を使ったスペイン語の表現をシェアしてきました。その中で動物のオスとメスは呼び方が違うこともご紹介してきました。例えば、オス犬はEl perro、メス犬はLa perra。同じように、オス猫はEl gato、メス猫はLa gata。これらの動物の場合は語尾が O で終わるのがオス、あで終わるのがメスだったので、比較的想像しやすいものでした。今日ご紹介するのは、オスとメスで全く呼び名が変わる動物。また逆に、オスでもメスでも呼び方が全く同じ動物をご紹介します。さらにおまけで、日本語では同じ呼び名だけれども、スペイン語では細かな区別がある動物名など、面白い名称の動物を集めてみました。Vamos a empezar。まずはオスとメスで全く呼び名が違う6つの動物です。まず1つ目、鶏。El gallo。El gallo。El gallo。オス鶏。La gallina。La gallina。La gallina。メス鶏。続いて2つ目、牛。El toro。El toro。El toro。お牛。La vaca。La vaca。La vaca。雌牛。そして3つ目、馬。El caballo。El caballo。El caballo。オス馬。La yegua。La yegua。La yegua。メス馬。オス馬はEl caballoですが、この O を A に変えたLa caballaという単語も存在します。でもこれはメス馬ではなくて魚の種類を指します。次は4つ目、羊。El carnero。El carnero。El carnero。オスの羊。La oveja。La oveja。La oveja。メスの羊。続いて5つ目、ヤギ。El macho cabrío。El macho cabrío。El macho cabrío。オスヤギ。La cabra。La cabra。La cabra。メスヤギ。通常ヤギというとカブラというんですが、これはメスのヤギのことです。最後6つ目、タカ。El halcón。El halcón。El halcón。オスのタカ。La prima。La prima。La prima。メスのタカ。次に男性系と女性系が全く同じな5つの動物名を見ていきましょう。まず1つ目、キリン。La jirafa。La jirafa。La jirafa。これまで男女同型の名詞は、男性系の場合は定冠詞 el、 女性系の場合は定冠詞 la をそれぞれつけることで区別することができました。でもキリンの場合はオスでもメスでも常に la jirafa で el jirafa とは言いません。もしどうしてもオスのキリン、メスのキリンと言い分けたいときはLa jirafa macho。La jirafa macho, la jirafa macho, オスのキリン la jirafa hembra, la jirafa hembra, la jirafa hembra, メスのキリン。このように言うことができます。続いて2つ目、アリ。la hormiga, la hormiga, la hormiga。そして3つ目、蚊。el mosquito, el mosquito, el mosquito。次は4つ目、ハエ。la mosca, la mosca, la mosca。最後5つ目、魚。el pez, el pez, el pez。魚や虫の名前が男女同形なのは、おそらく私たちの生活の中であまり虫の性別を気にしないからなんじゃないかなと思います。でも同じ蚊でも人や動物の血を吸うのはメスの蚊だけで、オスの蚊は植物の蜜を吸うそうですし、魚もイクラやあとはシシャモのように子持ちかそうでないかというのが重要な場合もありますから、もしかすると人生のうちでスペイン語でメスの蚊がと言いたいケースが全くないとは言い切れません。でも大丈夫です。その場合は先ほどのキリンの例と同じように、オスはマチョ、メスはエンブラをつけて、el mosquito macho。El mosquito hembra と言えば大丈夫です。この場合注意しなくてはいけないのは、定冠詞は el のまま変わらないというところです。それでは最後に、日本語ではあまり違いを区別しないけれども、スペイン語ではかなりしっかり区別する生き物の名前、3つをまとめておきます。まず1つ目、蜂の種類。La abeja, la abeja, la abeja, 蜜蜂 la avispa, la avispa, la avispa, スズメバチ el abejorro, el abejorro, el abejorro, 丸花バチ。この丸花バチというのは日本ではあまり聞き慣れない蜂の名前かもしれませんが、クマバチ、クマンバチは、el abejorro carpintero、el abejorro carpintero、el abejorro carpintero。このような呼び方をするので、丸花バチ、el abejorro とクマンバチ、el abejorro carpintero は、同じグループの同じ仲間の蜂です。カルピンテーロというのは大工という意味で、なんでクマンバチが大工なのか、ちょっとそのあたりはわからないんですが、このように区別されます。蜂がいると日本語で、あ、蜂というように、私もついうっかり、アウェハと言ってしまうんですが、そうすると、大体、いや、マリコ、これはアベハじゃなくてアビスパだからね、と注意されます。確かに、スズメバチの方が刺されると危険な蜂であることも、ミツバチとは違うこともわかるんですが、とっさの時に、あ、蜂と言いたくて、あ、アベハと言ってしまうと、大体いつも注意されるので、とっさの時にちゃんと考えて、あ、アビスパと言ったら、いや、これはアベスパじゃなくてアベホロだよとまた訂正されました。多分日本語で話しているときはどんな種類の蜂でも蜂と言ってるんだなと改めて気づきましたし、私たちが普段一括りで見ているものがスペイン人にとってはちゃんと別な種類のものにしっかり見えているのかもしれません。続いて2つ目、ワニ。El cocodrilo, el cocodrilo, El cocodrilo, crocodile. El alligator, alligator. El caimán. カイマンワニ。私たちは日本語であまりクロコダイルとアリゲーターの違いを意識せずにどれもワニと呼んでいると思います。これはかつて英語の勉強した時にも通った同じ道なんですが、スペイン語ではクロコダイルとアリゲーターに加えてさらにカイマンという種類のワニも区別して呼んでいます。正直なところ、私はパッと見で、これがカイマンワニなのか、アリガトルワニなのか、ココドリロワニなのか、ちゃんと区別がしっかりつかない時もあるんですが、スペイン人は大抵普通の会話の中でワニが出てくる時でもこの3つを使い分けます。これはスペインにおいてだけかもしれませんが、エラリガトルというよりはエルカイマンという方を多く耳にするので、普段の会話の中に登場するワニは、エルココドリロかエルカイマンが大多数で、エラリガトルはあんまり使われないような気がします。ただ、アリガトルがありがとう、日本語のグラフィアス、ありがとうと似ているので、もう何度も冗談でエラリガトルと使われることがありました。私の周りでは出現率がかなり高いワードですが、いずれにしても、どのワニなのかをしっかり分かっていないと発言できません。最後3つ目、亀。亀の種類もただの亀ではなくて、種類によって呼び方が違います。La tortuga。これはウミガメやヌマガメを指します。そして陸ガメはEl Galápago。カメの種類の方は先ほどのワニに比べて少し区別がつきやすいです。一般的に陸ガメの方が甲羅の部分が立体的に盛り上がっている傾向にあって、ウミガメやヌマガメの甲羅は平べったい感じです。陸ガメがたくさんいるガラパゴス諸島はスペイン語で Islas Galápagos と言います。まさに陸ガメ、ガラパゴから来ている名称で、ガラパゴが複数形になってガラパゴスとなっています。もう一度復習してみましょう。オスとメスで全く呼び名が違う動物。オスには鳥、エルガイヨ。メスには鳥、ラガジナ。お牛、エルトロ。メ牛、ラバカ。オス馬、el caballo。メス馬、la yegua。オス羊、el carnero。メス羊、la oveja。オスヤギ、el macho cabrío。メスヤギ、la cabra。オス鷹、el halcón。メス鷹。ラプリマ。男女同系の動物名。キリン、ラヒラファ。アリ、ラオルミガ。カ、エルモスキト。ハエ、ラモスカ。魚、エルペス。似ているけれどもスペイン語では区別するもの。ミツバチ、ラベハ。スズメバチ、ラビスパ。マルハナバチ、エラベホロ。クマンバチ、エラベホロカルピンテロ。クロコダイル、エルココドリロ。アリゲーター、エラリガトル。カイマンワニ、エルカイマン。ウミガメ、ヌマガメ、la tortuga, rikugame, el galápago。スペイン語のちょっとややこしい動物の名前、いかがだったでしょうか。牛はバカというのはスペイン語を勉強している日本人なら皆さんがご存知だと思いますが、これからはバカは目牛、トロはお牛と性別をつけて覚えておいた方がいいかもしれません。闘牛に登場する牛は全てお牛なのでトロと呼びます。こちらの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなくスペインの雑学やスペインの街の様子などを発信しています。チャンネル登録をしていただけると新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video.